はい、では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日は260日目になります。今日のテーマは優柔不断をなくそうということです。で、まあ、よく言われてます通り、社長の仕事って、決断することっていう、ね、ことがあると思うんですよね。やっぱり日々意思決定をしていくのが社長の仕事だとで考えたらですね、その社長の意思決定のスピードがやっぱり会社としてのビジネスのスピードにつながりますし、結果としてそれが成長のスピードにつながっていくということなんですね。あとこの決断を早くしていくっていうのは非常に大切なことかなと思うんですよね。で、まあ、中にはというか、その、まあ、ある意見としては悪い決断を、した方が決断しないよりかはマシっていう話もあるんですよね。要はその決断しないままずっとダラダラ行くよりかは、その時点で間違った決断をしたとしても、それね、早くやって、で、かつ早く直せば、そっちの方がいいよっていうね、まあ、そういう話もあったり、するわけです。なので、この決断をしないと何も始まらないので、とにかくその決断を早くしましょうという話ですね。で、まあ、これをするための一つの考え方としてですね、タッチイットワンスっていう、まあ、有名な生産性を上げるための話なんですけども、タッチイットワンスって何かというと、まあ、直訳するとですね、一回だけ触れっていう話なんです。例えば、なんかメールが来てですね、社長これなんかどうしましょうかみたいなメールが来たとしますね。社員から。もしくはなんかお客様から、なんかこれについて教えてくださいみたいな、ことが来たとします。で、そして、それがちょっと厄介な問題だったりすると、後回しにしがちなんですよね。これちょっと後で考えておこうっていうことで、まあ、とりあえず手につきやすいやつだけ先にやって、ちょっと難しいやつは後からやっとこうっていうですね、ことがあると思うんですけども、まあ、これがね、生産性を下げているという話なんですね。でタッチイットワンスっていうのは、そのメールに1回しか触らないということなんですね。なので厄介な問題だとしても、それ開いた時に対応するということですね。であとはもう、二度とそのメールには関わらないということです。で、これの逆は要は、メールが来て開いてですね、見て、あ、これめんどくさそうだなっていうことで、ちょっとアーカイブしておいてですね、で、後からもう一回見ると。これ TWICE で2回目っていうことなんで、タッチイットワンスじゃないんですよね。で、これやっちゃうと2倍時間がかかるということなんで、無駄ですよねということなわけです。で、他にも例えば書類の、ね、処理に関しても同じことが言えます。その来た時にすぐ対処するという、1回しかそのものに関わらないということですね。これは結構ね、意思決定を早めるために結構有効な考え方かなと思います。一方でこのタッチイットワンスは結構ね、罠もありまして、やっぱり皆さん今スマホでメール見てますんで、しょっちゅうこうアラートが来てですね、メール見ちゃうわけですね。そうすると重要な仕事やってる時にも、あ、これ見たからもう対処しないといけないみたいな話になって、なんかこうあちこち仕事が分散しちゃうってことがあると思うんですね。なのでそれを防ぐためには、まあ、一つはメールとかですね、そのチャットを見る時間っていうのを制限するということですね。まあ、私の場合にはなるべく朝9時まではメールは見ないというふうに決めていてですね、メール見なくてもできる仕事、例えばなんか記事を書くとか、なんか資料を作るとか、まあ、そういう集中しないといけない仕事に当てています。まあ、それで、例えば9時から10時ぐらいまでは来ているメールに対応するとか、チャットに対応するとか、まあ、そういう時間に当てると。まあ、そんな感じで、コミュニケーションの時間を制限するというですね、まあ、これでタッチイットワンスっていうのは実現できるかなと思います。まあ、それで今日のテーマに戻りますと、まあ、優柔不断をなくそうということなんで、皆さんが今ね、決めないといけないんだけど、なんか後回しにしてるよねっていうことってもあると思うんですね。これ私自身ももちろんあります。そのメールに対する返信とかもそうだし、なんかこうもっとね、重要な決断もあるかもしれませんけれども、いや、それをね、もう今日決断しましょうという話で、今皆さんが、決めないといけないと思っていることとか、なんかこうどっちにしようか決めかねていることがあると思うんですけども、それをちょっと今日は考えてみていただいてですね、それすべて今日中に判断するということですね。まあ、これね、やってみていただくと結構頭の中がスッキリするのかなと思います。で、この優柔不断な状態で止まっていることって、他の仕事をしているときにもですね、頭のどっかにあるので、結構ね、それが集中力を削ぐ原因になったりするわけなんですよね。まあ、それをなくすためには、もう決断すべきことは、まあ、頭の中からもう全部取り除くということ、今日のうちに決断しちゃうと
いうこと。まあ、ここによって他の仕事をやっているときにもですね、その仕事に集中できるということがあるのかなと思います。というわけで今日は優柔不断をなくそうということでした。また明日お会いしたいと思います。